でるね。でもさ、レモン君、悲しいお知らせです。見たらお分かりの通り、ドクラン閉まってますね。ちょっと見てみよう。はい、5時まででした。暑いからね、もう5時過ぎてから来ようって思ってましたね。はい、じゃあちょっと代わりに一緒に走りたいと思います。すごい気持ちいいエリアなんですよ。まあ、ドッグラン自体は結構ちっちゃいんですけど、こういう感じで芝生がバーってなってて、全面芝で結構綺麗ですね。走りがいがあります。ワンちゃんの匂いがいろいろするんだと思う。レモンくんね、走るどころじゃないみたい。あら、そんないい匂いするの食べないで。やっぱ食べてる。ダメ。これです。まあ、くんくんが楽しかったらいいか。今日はくんくんの日だ。食べないよ、食べないよ。公園でした。でも行こう。で、風怖い。鹿に見えるな、こういうとこいたら。レモン君が鹿に見えてきたよ。首はしてなかったら鹿ちゃん見た。よし、行こう。はい、レモン帰ろう。遊びたい。レモン、あれ、あれ。5時までです。 OK。はい、分かった。OK。じゃあ行こう。はあ、帰ろう。